令和元年6月2日阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センター駐車場で第23回阿蘇マルシェが開催され、大勢の人たちでにぎわいました。阿蘇マルシェは阿蘇の食、農、自然を楽しむ朝市として今回で23回目を迎え、午前7時から搾りたての美味しい牛乳が振る舞われスタートしました。内の巻温泉のホテルや旅館の料理長らで組織する内の巻料理維新の会が作る朝ごはんが人気で、今回のメニューは阿蘇の赤牛カレー、トマトチキンカレー、中華カレー、グリーンカレーの4種類のカレーが提供されました。朝早くからマルシェを訪れた人たちは、美味しい美味しいと言いながら阿蘇の食材がふんだんに使われた朝ごはんを味わっていました。またこの日はマルシェ会場をスタートゴールとする温泉街を散策しながら食事を楽しむ温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内の巻温泉も同時に開催され、主催者として佐藤阿蘇市長が挨拶、そして出発式では参加者全員で乾杯しスタートしました。コースの途中に設けられたチェックポイントには阿蘇市を代表する一品の数々が準備され、参加者たちは阿蘇グルメを堪能していました。マルシェ会場には阿蘇の新鮮な野菜や美味しい食べ物の出店も並び、買い物をして参加する豪華景品が当たるスタンプラリー抽選会も行われ、阿蘇マルシェを盛り上げていました。この日はあいにくの小雨模様となりましたが、今年初めての阿蘇マルシェとあって大勢の家族連れなどが訪れていました。